はい、どうも、吉宗です。今日はね、ちょっとね、今、札幌が大変なことになってるんで、まあ、その状態と、あと、まあ、こうなってしまった時の、まあ、空港までの移動手段ね。まあ、もしくは空港からの移動手段。一番効率のいい方を、ご案内したいと思います。うん、でね、まずね、どうして今こういうふうになってるかって言ったら、土曜日5日のね、午後3時から6日の午後3時まで、24時間の、降雪量、まあ、積雪量、まあ、60センチ積もったということです。これは観測史上初めてということですね。うん、24時間降雪量が60センチ。うん、で、やっぱり60センチ、ね、1日で積もると、麻痺します。都市機能は麻痺します、完璧に。うん、結局会社に行けないんですよ、みんな。 JR 止まってでしょ。バスも本当ね、バスもね、8割運休してるって言ってました。路線バスで、まともに動いてるのは地下鉄だけだから、地下鉄で通勤してる人は会社に行けるけど、まあ、車だったり、バスだったり JR だったりで通勤している人は会社に行けないということですね。うん、で、一応もう JR に関して言えば、どうしてダメになっちゃうのって言って、まあ線路の上に雪が積もるんですけど、結局そのまあ中心部札幌駅ね。札幌駅がね、0番ホームから9番ホームだったかな、1番ホームから9番ホームだったかちょっと忘れてたんですけど、9番ホームまであるんですよ。うん、で、まあ、一応駅の上は屋根かかってるんで、駅の中に雪が積もることはないんですけど、まあ、ホームを出たらね、まあ、外なんで、まあ、結局その9番線をこう、2本なり3本なりにこう、まとめていくわけですよね、駅出ると。で、そこの部分はもう、もう何十センチも雪が積もってる。うん、で、まあ、昨日ね、まあ、テレビ局のね、まあ、ヘリコプターで札幌駅上空から映してる映像見たんですけど、まあ、ざっとね、まあ、100人ぐらいの人かなが、もう、札幌駅の両側をスコップで除雪してんですよ。うん。これはね、もう終わらない。うん。と思いましたね。うん。で、一応、6日の日の時点で、もう7日月曜日は終日運休するということです。アナウンスがあって。で、今、8日の午前中に動画撮ってるんですけど、一応今のところは運転見合わせと。いうことになってます。終日運休とは言ってないです、今日はね。で、一応 JR のホームページでは、小樽札幌、ね、で、札幌新千歳空港、この区間を、優先的に除雪すると言ってました。うん。やっぱり空港行くのが一番みんな大変だからね。うん。で、昨日に関してはね、札幌駅から、新千歳空港まで、高速バスが出てんだけど、それがもう運休しちゃってたんですよ、昨日ね、札幌駅からの。これ僕が思うんだけど、札幌駅から新千歳空港行くバスって一番距離長いんですよ。うん。で、それでもって、半分以上は、国道を走ります。うん、なんで、もうこれだけ降っちゃうと道が狭くなって大渋滞で全然動かないんですよね、車が。だから、札幌駅から、まあ、千歳空港行きのバスを出したとしても、何時間かかるか分からない、空港まで。っていうことで運休したんだと思うんですよね。うん。で、結局、何時間かかって空港行けるか分かんない。で、空港から今度札幌駅前行きの、まあ、折り返しだよね。折り返しが、じゃあ札幌駅に何時に着くか分かんないっていうような状態になってた、昨日は。うん、もう本当にもう、都市機能麻痺して。うん、で、物流もストップしてます、今。うん、結局、例えば、まあ、物流の運転手さんだよね。が、会社に行けない状態になってます、今。うん、だから、
例えばコンビニのお弁当とかそういうものも、入ってこないという状態になってます今ね、うん、でゴミの収集車も、昨日一日でも収集しきれなくて、昨日の分を今日やってます。だから、まあ、地区によっては今日ゴミ出すなっていうふうに言われてるみたいですね、うん、そういう状態になってます札幌市内ね。まあ、JR が、まあ、ストップしてしまってね、空港までの JR がストップしてしまって、高速が動いてる場合、の、一番効率のいい移動手段、まあ、みんな札幌駅に行って、ああ JR 止まってんだどうしようってなると思うんですよね。で、まあ、札幌駅からだと地下鉄で1駅、あと、まあ、地下歩行空間っていうのがあって、まあ、歩いて10分かかるかかんないかぐらいのところに、大通りっていう駅があります。うん。で、この大通りっていう駅が、札幌市地下鉄3本あるんですよね。東西線、南北線、東方線って。うん。で、この大通りっていう駅が、唯一この3本が全部止まる駅なんですよ。うん。なんで、まあ、札幌駅からだとちょっと一つ移動することになるんだけど、そこから東西線っていうものに乗ってね、大通りから。東西線っていうのに乗って、大谷地っていう駅があります。だいたいね、20分ぐらいかな、大通りから。で、その大谷地っていう駅に直結のバスターミナルがあります。うん。で、こっから空港行きのバスが出てるんですよね。うん。で、大谷地からの空港行きのバスっていうのは、大谷地っていうのは高速のすぐ脇にバスターミナルがあるんですよ。だから、バスターミナル出たらすぐ高速に乗るんですよね。うん。だから一番効率がいい。うん。これが、例えば他の駅からだと、やっぱり下道走るってなると、そこが渋滞してるんで、時間が全く読めないっていうことになるんですよね。で、大谷地からだと、もうすぐ高速に乗るんで、高速が動いてるんであれば、だいたい時間読める。だからスムースに行くんであれば1時間あれば高速、大通りから空港まで行けます。うん。ただ、昨日みたいな状態になれば、やっぱり500人、600人っていう人が並んでたみたいなんでね、昨日ね。なんで、まあ、だいたいバス10台から12台分ぐらいの人数でしょ？だから、まあ、おそらくバス会社も増便対応してるんじゃないかなと思うんだけど、やっぱりそれなりに待ち時間はありますね。うん、で、次、高速が止まってる場合、JR もダメ、高速もダメ、だけど空港まで行きたいっていう場合ね。この場合は、地下鉄の東方線っていうものに乗って、福住っていうところまで行ってください。で、福住駅にバスターミナルがあります。そこから、空港行きのバスが出てる。うん。で、これに乗ってください。で、これなんでかっていうと、大谷地の駅はすぐ近くに高速があるんですよね。だけど、千歳の方向に向かっていく国道36号線っていうのがあるんですけど、36号線までが大谷地から遠いんですよ。だから大谷地から36号線まで行くのに時間がかかって、なおかつ36号線も詰まるっていうことで余計時間がかかる、うん、で福住っていう駅は36号線にあるんですよね、駅が、うん、だから、まあ、そのまま空港に国道一本で行けるっていうことなんですよね。だからその高速が動いてる時と動いてない時の、駅の使い方ね。うん。これを覚えておいてください。高速が動いているときは大谷地バスターミナルから。高速が止まっているときは福住から。うん。っていうふうに覚えておいてくれれば、一番効率がいいです。まあ、高速止まっちゃうとどうしても空港までっていうのは時間かかりますけど、福住から乗るのが一番、まあ、空港行く国道沿いに駅があるんで。近いです。うん。一番近いです。ね。これを覚えておいてください。で、まあ、空港から札幌に入るときもそうですよね。うん。同じです。高速が動いてたら大谷地。高速が止まってたら福住。
まあ向こうから来るんでそんな時間ね、そんな気にしないよっていう人であれば、まあどっちでもいいと思います。っていうことで、高速が動いてる時と動いてない時の駅の使い分けね、ご案内しました。で、まあ、札幌ももうね通勤できないような状況になっちゃってるんで、一応これから10日間、昨日札幌市長のね記者会見があって、一応これから10日間かけて主要道路ね、要はもう、まあ、国道とか、まあ、バス路線とか重点的に、除雪かけていくという話をしてましたけど、うちもうちの周りもね、本当先週、まあ、2月に入ってから道路の脇にある雪を持ってったんですよね、綺麗に。だけどまだドサッと降ったでしょ。でまた同じことになってるんですよね。道路の脇に3メーターぐらい積もってるんですよ。だからね、ほんと今年はね雪多いです、札幌。去年が少なかったからね、去年の 2. 点何倍いったかな、言ってました。なんでね、まあ、札幌に来る人ね、まあ、あとはもうバス諦める、まあ、札幌駅でねバス諦めて、まあ、お金かかってもいいっていう人は、まあ、タクシーに乗るっていうのも手だけど、タクシー捕まえるのがまず大変だと思います、こうなっちゃったら。で、まあ、札幌駅からだと、まあ、札幌北インターっていうところが、どれぐらいかな、まあ、普通に走って10分ぐらいなんですけど、ちょっと渋滞してたらどのぐらいかかるかわかんないですけどね。まあ、北インターっていうところが近くにあるんで、まあ、そこから高速に乗れば空港まで一本で行けるんでね。まあ、早くは行けるとは思いますけど、まあ、空港までね、札幌駅から空港まで行こうと思えば、やっぱり1万3000ぐらいかかります。普通に行ってね。これが渋滞に巻き込まれて時間かかるようであれば、もうちょっとやっぱりかかるだろうし、やっぱり1万3000から1万5000は見といた方がいいかなと思いますね、タクシーで行く場合。だから逆にね、バスも止まっちゃってるっていうのは、地下鉄が動いてるから、大谷まで地下鉄で行ってタクシーに乗るっていうのも手ですよね、逆にね。まあ、その乗り換えがめんどくさいっていう人はもうただ札幌駅から乗っちゃってもいいと思うんですけど、まあ、中心部だと特にタクシー、まあ、札幌駅タクシープールあって何台かいつも並んでますけど、まあ、こういう状態になっちゃったらもうタクシー捕まえるのが大変な状態になっちゃうんですよね。なんでタクシーに乗るっていう方法も一つの手ですね。まあ、1万3000円から1万5000円はかかりますけどね。なんで、まあ今日はね、まあメインはバスですね。バス、高速が、生きてる時ね、走れる時の乗り方、高速が使えない時の、乗り場所、こういうのご案内です。空港から帰ってくる時も一緒ね、帰ってくるじゃない、空港から札幌市内に入る時も同じですね。これはねちょっと ねご案内したくて動画一本作りました。でまたね、まあ、これからこっちにね、来る予定のある人とか、今どんな状態になってんだとかね、まあ、知りたいことがあれば、まあ、気軽にコメント欄で質問いただければ、まあ、僕の調べられる範囲で調べて、ご回答の方差し上げますので、まあ、気軽にね、何でも質問していただければなと思います。はい。それではね、今日はね、まあ、こういう状態になってるんで、まあ、動画一本作りました。はい。それではね、今日はこのぐらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。